月曜劇団の上原ひろです。次ですね、僕が次客演させていただくのがおにぎり貿易っていうところで、デイルーム、ドン・デリーロ作のデイルームっていう、作品を、海岸通りギャラリー、カソっていうところで大阪、地下鉄の中央線大阪港でやります。いつからかっていうと、8月21から25なんですね。今稽古場はめちゃめちゃ修羅場なんですよ。もうね、役者はね、個性派ばっかり揃ってるんですね。おにぎり貿易の演出の森本くん、桃園会の演出女子やってる子と、主演に近いのかな、新藤くんっていう、まあダニエル・ロニーの新藤くん、二人がね、もう相模のコンドームぐらい薄い芝居しかしないんですよ。でそれでもう周りが個性派なことばっかりやるから、もうザ・コエツどうしようみたいな稽古場なんですね。もう本番は空中分解してるのか、そのままちゃんと言うこと聞いて薄い芝居になってるのかっていうところがもう今もう見どころですね。なんか賢そうなことやろうとしてる二人なんで、まあ調子乗ってると思って、まあ、うがった目で見に来てください。ありがとうございました。